準備終わりました。まだ朝5時です。ママはラスベガスに今から行ってワンシーンして帰ってきます。夜遅くなりますがちゃんと帰ってくるのでご安心ください。太ってますか？太ってますね。ビビタン、ビビタン、あ、ハンサム、ビビタンハンサム。あ、ママ行っちゃうよ、行っちゃうんだよママ。おはようございます。今日は日帰りラスベガスシュートです。まだ空もこんなですが今から空港行って飛行機乗ってベガス行きます。バイバイ、ネミ。よし、車止めました。いつもなんか空港から歩いて10分ぐらいのところに止めるんですけど、安いから。空港高いじゃないですか。でもちょっともう出発まで1時間切ってるので空港に止めました。はい、では急ぎます。でもここはインターナショナルないから小さい空港だから1時間切ってても大丈夫。皆さんこんにちは、マリカです。ラスベガス着いてます。でもまだ空港から外に出ていません。このまま出ないで帰ります。なんでかっていうとディレクターがめっちゃ体調悪いからシーンキャンセルしますって今日連絡ありました。キャンセル費はもらえるからさ、ラッキーじゃんってみんな言うけどさ、私は撮影がしたかったです。あ、でもそのディレクターさんいつもすごい元気すぎる人だからちょっと心配。とりあえずカンパニーが新しいチケット買ってくれて、それが1時間後なんで外に出て友達とハングアウトするしてもダメなんだって。彼らのチケットを使わなきゃいけないんだって。なんでかっていうとキャンセルフィーもらっちゃってるから、そこは言う通りにしなきゃいけないらしいんで、だから彼らのチケットで帰るんですけど、彼らのチケットがもうあと1時間後とかなんで、外に出ちゃったら友達とハングアウトする時間も取れないので、このまま空港の中に座って時間が来たら LA に帰ろうと思います。コーヒーでも買おうかな。高い、交通費かけたコーヒーだわ。ただいま LA。ということで地元戻ってきました。なんかさ、朝早く起きすぎたせいか、普段ならバーバンクからうちまで40分ぐらいで来れるのに、道すごい間違えて通い慣れた道なのに1時間以上かかっちゃいました。トラフィックの時間でもないのに。そしてこちら、てーん、スタバ行ったんですけど、なんでかっていうと毎年ね、今日だけこれホリデーコーヒーのグランデ以上を買うと、このカップ、あの使い捨てじゃないこのカップ限定でもらえるって友達から聞いて行ってみた。でホリデーのこのねコーヒーキャラメルなんとかラテをオーダーしたら、フラペチーノ間違えて作られて、どうせ捨てちゃうからよかったら持って帰ってくださいって言われて、こんなにいっぱいになっちゃいました。でもまあ無駄に早起きしたんで、今日は家帰って保険の手続き、アメリカって11月が保険買える時期なのね。今月しかないから。で、今年はホープフリー、
手術がないつもりだから今家賃よりも高いぐらいの保険払ってるの、すごい高い保険払ってるから、それを連絡とかして下げて一段階下げる手続きとかそういうのやろうと今日は思ってます。だからエネルギーが必要だからちょうどいいね。スタバありがとう。ということでお家に帰ります。なんか今日の Vlog は終始すっぴんだし、撮影のビハインドザシーンを入れようと思ったんだけど撮影も結局なかったんで、何を俺ら見せられたんだみたいな感じになってるかもしれないけど、まあそんな日もあっていいよね。なんかさ飛行機でさラスベガス行って、ラスベガスから降りないでそのまま帰ってきて、それでキャンセルフィーちょっとしたお金をもらうって、うん、ドラッグディーラー運び屋みたいな感じになっちゃったと思う今日。まあいいや、また明日、バイバイ。メメが早く帰ってきてびっくりしたんですよ、お主たち。嬉しい、嬉しい、嬉しい。メメが早く帰ってきたよ。嬉しいね。太郎、なんで目合わせないの？太郎、どうしてママと目合わせないの？目合わせたらやられると思ってる？お兄ちゃん被害者？みんなにこんにちはして。Yes. Alright. Okay, got it. And then I have your email address. Mm-hmm. Okay. I have your date of birth. Yes. Okay, do you have a social security number? Yes.